メギは、メギかメギ族に分類される、落葉低木の一種。別名では、小鳥止まらず、鎧同士とも呼ばれる。和妙メギの由来は、茎や根を煎じて洗顔薬に利用されていたので、メギの名がある。枝に鋭い棘を多く生やし、鳥が止まれそうにないことから、小鳥止まらずの別名でも呼ばれる。落葉葉樹の木で、樹高2メートルほどまで成長し、 よく枝分かれする。樹形は株立ち。樹皮は、肺褐色から褐色で、縦にやや不規則な割れ目がある。枝は、赤褐色から褐色で、顕著な縦の溝と量が目立つ。枝の節や葉の付け根には、長さ5から 12mm の棘があり、徒長枝の葉の付け根には3本に分かれた棘がある。樹皮は、黄色の染料になる。葉は、 単葉で新しく伸びた長枝には五星し、二年枝の途中から出た短枝には束星する。養心は長さ1から5センチメートル幅0.5から1.5センチメートルの卵等形から強卵等形またはヘラ形で、先端は二部頭または円筒、基部は次第に細くなって短い傭兵になり、最大幅は先寄り。円は 全園で、表面は、薄い紙質で、無毛、裏面はいろいろ帯無毛、4から5月に若葉を出す。開花時期は4から5月。新葉が出る頃に、単枝から小型の相乗果序または、三型果序を出し、直径約6ミリメートルの単光色から、緑黄色の花を2から4個下向きにつける。花弁の長さは、約2ミリメートルで6個。学編は6個あり、 超大円型で花びらより大きく、単緑色にわずかに紅色を帯びる。湯髄は6個で、火中は太く、触ると薬が急に内側に曲がる。滴髄は1個。果実は、液化で、長さ7から10ミリメートルの大円形、10から11月に、鮮やかな赤色に熟す。アルカロイドの一種のベルベリンを含む。秋は熟した赤い果実と紅葉が美しく。 冬になっても果実が残る。トウガは枝に誤生し、トゲの基部につく。トウガの大きさは小さく、長さは2ミリメートルほどで、赤活色をした数枚のガリンに包まれている。日当たりの良い藤原学の山頂部の原野に生育する。メギ日本では、本州の東北地方南部から、四国と九州にかけての温帯地域に分布する。 産地から丘陵にかけての林園や原野に生育し、蛇紋岩の地でもよく生育する。自然分布のほか、人の手によって植栽されて、生垣としての庭木や、公園樹として利用されている。秋田県では分布域が限定され、個体数が希少であることから、レッドリストの絶滅危惧種 IB 類の指定を受けていて、森林伐採や道路工事による、 個体数の減少が危惧されている。新潟県と鹿児島県では、絶滅危惧通類の指定を受けている。大阪府では、純絶滅危惧の指定を受けている。国レベルでは、レッドリストの指定を受けていない。歯が赤紫色の栽培品種があり、黄金葉や、ふふいりの栽培品種もある。赤い実をつけた蛇のぼらず。ありがとうございます。